せーの。1。うわー、はい、こんにちは。まやちゃんねる前原です。で、今日はこちらですね。うん。釣れるか食われるか。ドキドキシャークです。はい、こちらはですね、ドキドキ系のおもちゃだね。うん。昔シャーキーシャークってやったけど、あれに似てるかな。そうだね。開けていきましょう。はい。あ、折りたたまってる。おお。うん、おお。え？なるほど。え？どうなってるの？こんな風になってる。いや、なんかね、スリムなね、箱だなと思ってたの、うん、このサメが入るような箱じゃないなと思って、こんな感じになってんだ。はい、ということで、こちらがサメですね。はい、大変平たいサメでございますけれども、うん、ここの穴あるでしょ、うん、ここにこの魚をセットしていくんだって、はい、こうカツッとね、はい、全部入れちゃおうか。いろんなタイプの魚がいますね、うん、中にはカニもいたり、ロブスターもいたりしますね、うん、はい、で、この魚たちを釣り竿で釣っていくわけですね、うん、で、このサイコロがついてて、魚が一つのやつは1匹だけ釣る、はい、で、これ魚が2匹のやつは2匹釣らなきゃいけないんだって、うんうん、2匹はこの一面だけで、あとの5面は全部1匹ですね、うん、なので、かなり優しめなゲームかな、これは。そうだね、うん、黒ひげ危機一髪みたいな感じで、うん、抜いたらこれガシャーンって、どれか一つでガシャーンって閉まるんだよ、うん、じゃあ、 あの黒ひげ危機一髪の逆バージョンだね。そうだね、うん、これ実はね、手でもやってもいいんだって。あ、そうなの、うん、書いてあった、説明書に書いてあったよ。あ、本当に手でやるとね、ここにガブッと挟めるんだ。そうだよね、うん、じゃあ手でやるか、うちら。イエーイ。ちゃんと地上ついてるんだけど、うん、手でやろう。手でやるか。はい、じゃあやりましょうか。はい、最初はグッジャンケンポイ、はい、グッシュッ。おー、じゃあエイジン君から。はい、1。1匹。これ両手でやってると危ないんじゃないかな、じゃあね。バカは一匹。はい、おお。え？おう。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、グッシャ。ああ。はい、じゃあ行きます。アイジンからでいいの？うん。分かった。一。じゃあパパ行きます。せーの。一。うわ。噛まれなかったけど、うわ、危なかった。今完全にボーってきたね。うん、いや、この迫力はすごいな。うん、優しくないね。最初はじゃんけんぽい。よし、じゃあエイジン君から。1。おお。そりゃ一回から食うわけないね。うん、こういう感じで抜けばいいか。1。ちょっとね、ここくらいまで来るから1。あ、1。あれ？マジで？じゃあ、あ、よかった。どっちかだ、どっちか。おお。決定ですよ、エジン君。噛まれた。本当に噛まれた。最初グッジャンケンポイ。よし、エイシン君から。1。早かった。なるほどね。面白いね。うん、いや、これね、新しいと思う。うん、これは面白いね、うん、こうサメがブワーって上がってくる、ブワーって上がってくるのがいいと思う、うん、はい、ということで今回は釣れるか食われるかドキドキシャークでした。はい、ということで今回の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。ということで、おーパパが釣ったやつでエイシン君が構えた。ということで今回は以上でございます。バイバイ。